はい、おはようございます、わさびでございます。今日はクワトログブーム、金沢店さん、いつもね店面とこで噛むね、今日はね体調いいんですけど、昨日ね、せっかく飲みに行きましょうよって言ってくれたのにごめんね。どっか行ったの？行かなかった？いやだね、ごめん、申し訳ない。やっぱでも飲んで深酒しなかったからか、なかなか体調がいいんで、いつもみたいに何も考えなくていいパチスロじゃないのをね、今日はちょっと打ってみようかなということで、もう台取ったんですけれども、大都議県のピラミッドアイにしてみました。ちょっとあまりにもこう元気が良くて入りすぎないように気をつけたい台なんですが、まっすぐ当たる系のスペックではあるんですけど、1でも1と6種の2段階しかなくて、しかも1000円で20何ちょいぐらいしか回らないっていうですね、まあ、ちょっと特殊なスペックの台をですね今日は実践してみようかなと思っております。で、まあ1台しかないんで1と6の設定だったらまあ1なんでしょうけど、まあでも思うんですけど、1でも6ぐらい当たれば6でしょっていう台ではあるって本当は言いたいんだけどね、分かってんだよ。1で 100%、 6で 110%、なんすかこの差は。もう圧倒的に打ったら分かっちゃう感じなんじゃないですかね。もうなんなら夕方ぐらいにデータ見てももう分かっちゃうような、そういった台になってるんじゃないかなと思います。まあ実戦で打てる時間はまあせいぜい 4,5 時間程度なので、まあどれぐらいね確率通りにまとまるのか分かんないですけれども、まあ勝ちたいとは言いません。ただ前になんだっけ、あれゲッタロボ打った時みたいに、この番組では売ってないのか、そうか、なんか YouTube で多分どっかあると思いますけど、ゲッターロボを打った時みたいに、ね、あの確率で500とか600とかマジやめてほしい。それだけを祈りながら。だって500、600、1000円で20ちょいでハマったらやばいよ。2万5000円とかいくんでしょ。どうやって取り返すんだって話じゃないですか。だからもうな、こういうのってなんかな、フラグ立てちゃってるような気もするんだけどな、まあ、ちょっと無心で、かつ、まあ、初打ちなんで今回楽しみながらですね打っていきたいと思います。ピラミッドアイ、ご覧ください。じゃあやりますよ、ピラミッドアイ。全然わかんないんだけど、ちょっとこんだけ機種情報、1枚横1個ある。1枚15枚、1枚と15枚しか、これは回んないわなんか分かってきたぞ。さあじゃあ早速打っていきましょうか。はい、あとは何もないみたいなんでね。おお、すごい雰囲気だな。大丈夫か、どこ狙うんだろうな。スイカとか揃うんかこれ。まあここなんだろうな。チェリー1個しかない。あ、2個あるわ、ここにもある。お、1枚、ベル1枚、もう怖くなってきた、すでに怖くなってきた。さっき止まってたで、目だ朝1。ちょ、右リールスイカって、挟んでればほぼ、あ、1234、挟んでればこぼさないですね。挟んでればスイカ揃うんかな、これ1枚のベルすら揃わないね。おお、リプレイ。これ演出はないんですかね、完全告知。おお、第2でスイカテンパットと思ったらパミパミミンってなったよ。これ子役かボーナスか。おい、おい、1枚役になってますね。1枚焼けできないの、2枚焼けできないの、何狙ったらいいの。これかな、子役か。お、え、レギュラーってこと、これどっちかの形を狙えと。なんとなくこれ出したかったからこっちです。当たったよ、とりあえず。なんか何やったらいいの、何やったらいいかぐらい教えてくれよ。液晶にスタートが表示されるまでボーナス準備中、そういうことなの。
やだやだ減るじゃんこれ。え、何？ピラミッドがいっぱい止まっちゃうとボーナス準備中に転落？白フラッシュが出た時は何それ。スタート。あー、疑似ボーナスだったとは知らなかったよ俺。マジか。ちょっとだけクレジットから出てきて終わった。少な、何枚か出さねえし。何今の後半って、どうせ何でもないフラッシュなんだろ。こういうのが多分大事なんだろ。六角があるって聞いたぞ。でその六角が出るとなんか台パネルかが消えっぱになるって、そこから全部ずっとっていう話を聞いたんだけど、それぐらい聞いてる。はい、当たりましたけど25ゲーム回るかなぐらいしか出なかったですどうすんだよ、ビッグ当たんなきゃ永遠に負けるやつじゃねえかよこれ。え、しかもこれ打ってるとスイカ外れて当たるしかないの、ひょっとしてここ。まあしばらくやってみよう。おお来た、さっきと一緒だよ。当たったよ。わあ、やっぱおい、白7とか揃わないんだね。じゃあね、しかもこのラインで揃うって決まってる。だって確か7ブランク、チェリーっていうのがビックルってことだよね。確かこんなラインだったもんね。よし、幸先つながったよ。おいおい、やめてくれよ、もうレギュラーの半分なくなっちゃったじゃないかよ。やめ、まあ、そういう台なのね。それで成り立ってんだからいいよ。まあね、これもこれはノーマルだったんでしょうか、果たしてまあ、ノーマルでいいんでしょうね。こういうノーマルもこれから出てくると思うんですよね、ノーマルジャンルとしては、うん、まあ出目が楽しめたりすればそれでいいんじゃないですかね。なんか楽しい打ち方がないかいろいろ探ってみましょう。あ、え、少ねえ、70ゲームぐらいしか回せないじゃんね。ピュン、なんだこれ、開けえぞ。2個のチェリーが近いな。これバー中段とかから当たんないのかな。ベルの勝負位とかさ出ないよね。あ、出るか勝負位は、大部位が出ないか。まあ、でもこうやってやってる間に脇くんあれでしょ、なんかもういろいろ調べてるでしょ。調べてますでしょ、やっぱりなんか聞きたいことあったら聞くわ。じゃあ、はい、もういろいろ出てる。結構出てます、ね、あ、本当。お、まあまあなんかね、子役っぽいケース出たもんね。ほっとしてる暇ないよねこれね。1000円で150ゲーム弱しか出なくて、あ、1000円じゃないや、ビッグ1回でで22ゲームしか回らないんだから。おお、終わった。何、32ゲームで終わった。まあ主に押せる場所は白7のとこと、白7の上のチェリー枠内と、あとは白7これね、ここと上にスイカあるから、あとはまあみんなやってそうなこのバーンのところ、ね、さっきから2回当たってるところ、この辺ぐらいだね。じゃあこの白7にしてみようかな、ね、なんか白7とかが7がある方がいいじゃん、なんかね。あ、でもその前にあれか、クローバーでこの中段とかからも当たることがあるのかっていう話か。え、もうなくなるけど、ちょい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 、もう2倍ハマりしてます。え、マジ言ってんの。はい、チェリーの陣、うおー、びっくりした。当たったけどさ、これリプレイが外れるとかそういうなんかそういうのないのね。ピラミッドドゥーンって滑ってきてドゥーンって言われた。いや、これ他のとこ押してたらどうなったんだろう。え、そんなに軽いのこれ。めっちゃ軽いです。70分の1ぐらいかと思ってたのに30分の1ぐらいなんだ。6で32分の1です。楽しいじゃん。じゃあなんか俺勝てる気がしてきたわ。お、
白7っていうのもあんの、うん、これ揃えなくてもいいって話ひょっとして。いや揃えないですか。ほんとよし繋がった。それは繋がるわ。でもまあ昨日もとてもそこそこ動いてるわけですから、まあ単純に当たりが楽しみたいという人にはいいのかもしれないね。俺今実際今の告知びっくりしたもんね。バー中段から当たりましたね実際。ただ右レールの出目中レールではちゃんと主張があったけど、あのピラミッドっていう右レールには何の主張もなかったね。またこんなフラッシュ、これフラッシュでしょどうせ大事なの。それはデフォルトのフラッシュです。そうだよね、そうだよね、はい、132枚、はい、平均。そりゃここで当てなきゃダメじゃんさ。ねえ、お斜めだ。白7押したら初めて斜めになった。おダメなのかこれ。ほら熱いんじゃないの。もうダメだ、白7だとダメなんだ。おおなんだこりゃ、ボーナスゲットが一瞬光ったよ。ポン32、ギリギリ32で当たった7。一回揃えないで見ていい。はい、もう機械割り下げた一発で揃えた方がいいね。はい、ビッグとは言わないんじゃない、ピラミッドボーナス。お、なんか派手になった、気のせい。繋がってんじゃん1000円で。でもちょっと100ゲームいっただけで全部ノーマルだからねそれもすごいな。あ、32ゲーム、いやー寂しいな。おおスイカだ、15枚だスイカは。これこぼしても15枚になるのかな。いや、スイカはこぼしたらもらえないと思います。もらえないんだ。そして外れたよ、 25%3 回外したよ。いや、これスイカこぼしたらすっげえ痛えな、すっげえ痛い。だって15枚で5ゲーム回せるとして、まあ5ゲームね、リプレイもあるから 5. 点何ゲーム回せるとして、そこでボーナス引ける確率が結構あるでしょその5ゲームで。ってことは5回こぼしたらもうボーナス1回分ぐらい損したような、6回こぼしたらボーナス1回分ぐらいこぼしたような気分になるね。やばいね、超技術介入機じゃないですかある意味。遅れた、大チャンス。遅れた時は変速をしてみよう、せっかくだから。まあ無難に、あこうなるんだ、あボーナスゲットって光っちゃった。でもチェリー取れるのかな、あ取れなかった、当たった93ゲームできましたね1枚取れてたんだね。あれ追加投資で、これで1万役も15万役か1万役は成立してるんだけど、1万役か15万役両方とも払い出さない並び場所をしたときに多分揃えられる。だから今もうこれレギュラーだって分かってても狙った方がいいんですよ多分。ほらずっとでしょ、それはもう分かった。なるほど、じゃあ今までもう何枚も損してた。でもこれやっぱり揃えるまでの準備中は、あ確率にの何だろう分母に入っちゃってるんで、普通のノーマルと同じく、やはりその分差し引いて考えなきゃいけないですね。もう58です、さっき80ゲーム以上ハマったのに。僕引き弱いんだっていうのがすぐ分かるんだねこの台。あ俺今日引き弱いんだなっていうのが。これ白7は下段に止まると子役以上だね多分。白7の方してるときはほら下段に滑ってこないですよ。ベルかスイカは絶対揃う。
だけどバーの方だとバー中段じゃバー下段から外れもあるんで、まあ、左上の見た目上を白7を押しといた方がこうならないから、白7の方は絶対スイカベルテンパるから、テンパなかったら当たりだから多分ね、うん、白7を押してた方が、まあ、見やすいしね、こっちの方がいいかもしれない。100ゲームまでで5連何これ、いいな、いやいやさ、ちょっとさ、なんていうんですかね、30分の1なんだからこんな演出いらないよ、びっくりするから。いや逆やってみよう、あやっぱこういうことになるね。おスイカはテンパんなかった、白7であってほしい、これ止まったんだから偉そうに。追加、2本からだから4本ですか、レギュラーです、ちゃんと狙わないとね。そのグッドって出るやつの文字が、炎をまとってる方が6が出やすいみたいです。一回も出てないんじゃないの、いやさっき一回出ました。本当そういうのもあるのね、本当はそういうのも数えていかなきゃいけないんだけどね。これ それです、それです、これか6だよ、6でこんなハマるかい、もう次はハマんないでしょ、100ゲーム、113ゲームですよ、3倍ずつぐらいハマってますよ、これもうずっと連射するよ、ここからしばらく。そうじゃなかったらもう台とか悪い。いや絶対ここが悪いよね。なんかビビビって、ああなんじゃこれ、ちょっと普通に押してみよう、ああやっぱこうなる、あずれ、ほらすごい、よかった、ちょっとほだけほっとした、少ねえ、デフォルト115万、あえここ光ったよ今見た、1ゲームにしたんじゃないのこれ、でも出目が、おお、あの通常目で当たってたんだ、これ何新音、なんか弱くなってない、新音演出的な、おい、1ゲーム連したから光ったんだろあれ多分、ここ光ったよ、このピラミッドのタワーみたいの、これピラミッドみたいの、なんか派手になったよ、あ歌ってる、いやできましたね1ゲーム連ね、嬉しいなこれ、1ゲーム連しちゃえば200枚以上出るもんな、その塊で138枚取れました。でもこれ今ね11の60なんで71回やって11回出てるよ、15% ぐらい出てるね、すごい出てるけど、もういかんね、さあ連チャンしてるぞ、来てるぞ、ピラミッドパワー来てますよ、110、今日最大ハマりでございます、待て待て、もう飲まれたくないぞ、これ300枚使ったから、300枚出るのが大変だってこともよく分かったから、いやー弱えなスイカの演出が、
遅れた？なぜ？チェリーってズーンって言うっけ？ほら、ほら当たった。チェリーで出た。これ前ので当たったのかな？チェリーで当たったの。ああ、15枚もらってる。白7ってことでいいのかな？この形は。お、15枚。増える増える。やっぱ白7だ。うん、さっきの形もやっぱ外れ陣に出る形でしたね。はい、126揃えたのがこれで6だったら俺相当引き弱いっすよ。3枚なんか出てよ、なんか出てよ、なんでもいいからさ。今いろいろよく考えてたら、これほらリアルボーナスじゃないみたいな言い方したけど、これリアルボーナスだね、うん、ボーナスはリアルボーナス。ただその見え方が AT っぽく見えるだけで、ジャックゲームの繰り返しで成り立っているのと、あとはシングルボーナスでパンクするから外させるっていうことですね。ここでレギュラーか、やめて、ここでバーレンダはやだ。違う、何も告知されてない。お、この目が光った。それはいいんだ。この目が光ったんだよね。え、なんでもないの。なんでもねえぞ。チャンスってだけ。なんだよ、違和感は当たりじゃないの。なんでこんな50分の1、40分の1当たる台でちょっとがっかりしてるんじゃないの。怖い怖い、なんか怖くなってきた、この時間帯にして。嘘でしょ。あれ、外れはないもんね。レギュラー1回分ぐらい欠損してんじゃねえかよ。なんでよ、ひどくないっすか。ちょいちょい、追加2万円目です。40分の1で当たる台に2万円目が入ります。あっひたすら2枚しかないや。なんでビッグを52ゲームで追加なんだよ。おお、ビッグだし。どうやっても1枚以上足りないんですよね。追加します。さっきのビッグはもうちょい取れてればさ。逃げ引けるよ。ゲーフ圏だけど147、イスッチですよ。ちょっと取り返しましたよ。もう今のうちにアレックス行ってビッグ2連すれば帰ってくるよねとか思ったりする。ダメだよそんなんじゃ。やるよ。48ゲーム、よかった。ビッグ9ゲーム、きたきた、よし、20ゲームいいね。
ちょっとチャラになったよ一瞬でチャラになったんですけど、ほら投手11本っす。お腹痛くなってきたな。お腹痛くなってきた。まあでもこの確率でこういうゲーム性だとあれなのかな、もし6なんか打った日にはかなり安定するのかな、ね、32分の1でしょ。まあレア子役の合算とかみたいなもんだとしても、ジャグラーのチェリーぐらいですよ。アイムマイジャグ系のチェリーと同じぐらいでボーナスが当たるんですよ。すごくない？それはすごい。ああこれさ遅れてたかもしれない、ひょっとして。最後連チャンで締めたいよね。秘宝でザラストですよ。マジか、まさか外れるとは。よし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 よいしょ。いや一回もピラミッド来てない。早く俺気持ちいいね。何やってんだろうね頭使わないパスローこんなになっちゃうんだね。おボー、そうかこうやって箱使うんだね。よし、チャラチャラは確定だろ。もうよし、長引いてレギュラー、この野郎ほんと一回も出さないんですよ。ダメでした。はい、というわけでやめたいと思います。いやーよかったよ、チャラぐらいになったよ。ほんとはい、というわけで実戦の方終了いたしまして、コインの方流してまいりました。先ほど取れてたかどうかわからないですけれども、レシートですね、今回100結構あってね、688枚で投資が11本、550枚なんで138枚のプラスということになりました。138枚っていうとちょうどピラミッドアイのビッグ1回分の平均ぐらいなんで、いい勝負しましたね。最後ね30何ゲーム当たらずまで連チャン8連チャンさせることができて、8連チャン分でも500枚でしたもんね。うん、まあ、一撃で1000枚を超えるには15連は必要というのが、よく分かりましたけれども、ただ、今日初めて打ったしゲーム性的にも悪くなくて、シンプルながらも意外と出目にもシンプルながらも楽しめるところが結構あったりとか、で、初打ちだったんで本当に右も左も分からないでやって、リアルボーナス、普通のリアルボーナスだと思ったらちょっと特殊な押し順にが入るようなリアルボーナスだったんで、ちょっとね6号機のノーマルの新しい可能性として、こういったタイプも作っていけるんだなという、ね、可能性をね、見ることができたんでよかったかなと思います。バンバンクロスからのピラミッドアイ、ダイトもいよいよノーマルの、ね、いいところにつけてくるんじゃないかなと、6号機になってからは特にひしひしと感じます。で、もちろんねジャグラー花まだ出てないですし、他のメーカーも初めてしてこれからはたくさん出てくると思うん で出てきたらちゃんと新しい台もいつも花火やアレックスばっかりじゃなくてね打ってきたいなと思いますんで、その時は今日みたいにね引け引け攻撃になります。設定一応カウントしましたよ。一応発表しますか最後にね。
途中からですけど、途中ってまあだいぶ序盤からですけど、467回白ナビ来まして、グッドは40回です。あ、じゃあ367回で40回ってことは、9分の1ぐらいで出てるから 11% ぐらいですかの確率で一応赤グッドは出たんですけど、でもあの台どう見ても1でしょ。フラッシュデフォルトしか出なかったですよ。ボーナス何回いたの、50回ぐらいいたよね。ねえ、50回、40回は超えてるよね。で引いて1回もろくなフラッシュも出なかった上に、もちろん六角も出なくて、正直読んで、あとピラミッド揃い、今のピラミッド揃いだったかもっていう左入りのピラミッド停止が1回もなかったんで、そう考えるとやっぱ、まあ、どう考えてもさすがに1なのかなと思うんでね。まあ正直このあのグッドが役に立つかどうかっていうのは、まあ、ここからもう皆さんで判断していただければなと思ったりもしております。まあなかなかね、あの台にセット6が入るってこともなかなかないかもしれないですけど、6で六角が出た暁にはっていうところをね今日見せたかったんですが、まあさすがにそう簡単でもなかったですね。はい、というわけで、まあこの番組で2回目のピラミッドが愛がある可能性は非常に低いですけど、まあ新しいの出てきましたらね、先ほども言った通り何でも打っていきたいなと思いますので、はい、次回は何にするかまだ決めてないですけれども、楽しみにしていただければと思います。それではありがとうございました。